皆さんこんにちは、鍵盤奏者ハヤトです。今回は初級者の方におすすめのサーブ5選をやっていきたいと思います。割と簡単に出せるのに得点を量産できるようなサーブっていうのをご紹介したいと思います。まず一つ目はですね、普通のロングサーブですね。まあ何気ないこういうロングサーブなんですけども、この普通のサーブをいろんなコースにきちんと打ち分けられるようになると非常に試合では効果的に使えます。でもちろんこのロングサーブがですね、すごく緩いこういうサーブになってしまうと、むしろただのチャンスボールを相手に上げてるだけになっちゃいますので、これじゃ全く意味ないんですよね。で、卓球っていうのはこの同じことをやるにしても質を高めていくっていうことが大事なので、ただのロングサーブでもこういう緩いロングサーブではなくてですね、こういうふうにより厳しい、速くていろんなコースに打ち分けられるように質を高めてください。で、質を高めるコツなんですけども、高いところでボールを打ってしまうとこういう風にバウンドが高くなっちゃうんですけども、低いところでボールを打つと低いサーブが出せますので、なるべくこの台に近い低いところで打球するっていうことですね。で、この台に当てるようなイメージで、という感じです。で、しっかりいろんなコースに打ち分けられるように練習してください。じゃあ2つ目なんですけども、ドライブサーブですね。今のロングサーブに上回転をより強くかけてあげるっていうことです。っていうサーブですね。この上回転をしっかり強くかけることができればですね、相手からすればいきなりサーブからドライブをされたみたいなことになっちゃうわけですよね。しかもどこに来るか分かりませんっていう状態になるわけですよ。そうなると初級者の方っていうのはドライブが来た時になかなかカウンターでドライブかけ返したりとか、ドライブが来た時にこうパーンとスマッシュで返したりなんかっていうのはなかなかできないと思いますので、このサーブを出すと相手からするといきなりドライブを打たれたような感覚になりますので、ブロックしてくれるわけですよね。ブロックしてくれるんですよ。ですのでこのドライブサーブっていうのはしっかりできるようになると、いきなり1球目からドライブ攻撃できるような状態になりますので、できるだけ回転をたくさんかけて、できるだけ低くて速いサーブっていうのを練習してみてください。じゃあ3つ目、これちょっと難しいんですけども、ナックルのロングサーブですね。まあ、普通のロングサーブだと相手としてはすごく取りやすい自然な上回転っていうのがかかるんですけども、でさっきのドライブサーブになると相手としてはちょっと取りにくいぐらいの上回転がかけられるっていうんですけども、このナックルサーブっていうのはですね、回転がほぼ全くかかっていないようなサーブなので、相手がこういう感じでラケットを下に向けてショートをしようとするとボトッて落ちるんですよ。こういう感じじゃ取れないんですよね。で、かといってドライブをこうかけようとするとですね、全く回転がかかっていないボールをポンってキュッてドライブかけると結構オーバーミスしちゃうんですよ。
だからショートでも落ちちゃうし、ドライブかけるとオーバーしちゃうみたいな、非常に取るのが難しいサーブなんですよね。打つ方はそんなに難しくなくても取るのは結構大変なんですよ。普通にフォア側来てこうやってフォア打ちみたいに打とうとするとボトッと落ちますし、ですのでこのナックルロングっていうのをいろんなコースに打ち分けると非常に効果的です。でこの打ち方はですね、基本的にロングサーブこの台に打ち付けて低いところから打つっていうのは一緒なんですけども、このラケットの動きがちょっと違うんですよね。普通のロングサーブはこういう感じで、ちょっとラケットの角度を下に向けてるような状態で弾く。でドライブサーブっていうのは同じような角度よりもうちょっと上を捉えるような感じで、これで擦る、弾くんじゃなくて擦るっていう違いがあるんですけど、このナックルっていうのはまっすぐかちょっとややこう下回転気味に球を少し擦るような、下回転を出すようなイメージで弾いていく。でこれ普通にまっすぐ打ってナックルで飛ばすと、この打った瞬間はナックルで無回転なんですけども、この台に球が当たった瞬間に少しこの台との摩擦でこれが全身回転に変わっちゃうんですよ。少しだから相手が取ろうとした時には少し上回転になっちゃうんですよね。ナックルで飛ばすと上回転になっちゃうんですよ。ですのでほんのちょっとだけ下回転で飛ばしてあげると相手が打とうとした時にはナックルになってるんですよ。ほんのちょっとだけ下回転で飛ばしてあげる。相手が球に触る前に2回バウンドしますよね。そうすると球と台の摩擦が2回生じるわけですよね。その2回分だけ若干下回転で出してあげるっていうことをやれると、相手が打とうとした時にはもう全く回転かかってないボールになるわけですよね。非常にレシーブがしにくいボールになります。ですのでまずロングサーブ、基本のロングサーブとしてはこの3種類しっかりやれるようにしといてください。で同じサーブをですね、この3種類バック側でも出すことはできるんですけども、バックで出すのは結構難しいんですけども、やろうと思えばできます。普通のバックのロング、ドライブ、バックドライブ、ナックル、ちょっと上から下にやると完全にナックルのボールになりますので、フォアがねきちんとできるようになったら同じことをバックでも3種類やれるように練習してみてください。で今回5戦ということなのであと2種類あります。意外と簡単にできて効果的なサーブ、それは巻き込みサーブですね。球の外側を捉える巻き込みサーブ、多くの選手が使っているようなこういう順横のねこっち側を内側を切るサーブっていうのは結構難しいんですよ。最初ラケットにすら当たんなかったりとか空振りばっかりしちゃったりとか結構難しいので、この順横サーブよりは巻き込みサーブの方が簡単だと思いますので、まずはこの巻き込みから覚えた方がいいかなと思います。で球のこの斜め下をですねこうある程度上から下に
打ち下ろすような形でこの球の斜め下をこすってあげると巻き込みの下横サーブになりますね。でこの球の斜め下じゃなくて横とか、まあ、少し上はもうちょっと難しいかもしれないですけど横あたりこの下よりもちょっとこの真横ぐらいをこすってあげると巻き込みの上横回転が出せるようになります。これも割と難しくないんですけども非常に有効なサーブになりますので練習してみてください。でこの巻き込みサーブができるようになったらですね長いサーブだけだとあまりにもバリエーションが少ないので同じこの巻き込みの下横を少し弱めに出すと2番するような短いサーブになりますのでちょっと加減して弱く出すと下横の短いサーブになります。で上横の短いサーブちょっと難しいかもしれないんですけどもこれも少し加減してあげてっていう風に少し弱めに出してあげると2番するような上横回転になりますのでこれも一つバリエーションとして覚えておいてください。で全てのサーブに言えることなんですけどもきちんと狙ったコースにいろんなところに出せるように練習するっていうこととあとはこっちから出すとかミドルから出すフォアから出すっていう、まあ、いろんなところからいろんなところに狙えるようにどこからでも打てるように練習してみてください。でちょっとおまけなんですけども卓球っていうのはお互いに読み合いのスポーツなんですね。駆け引きをするんです。でその時に相手を騙すようなわざといろいろな動きをして相手を騙すっていうやり方をするんですね。ですので普通のロングサーブ出す時にこうやって構えてこうやって出すと、まあ、誰がどう見てもですねもうこう構えた瞬間にあもうロングサーブ来るよねって相手は思っちゃうわけですよ。もうこの構えを見た瞬間にあロングサーブが来るぞじゃあどこに行くんだっていうコースだけ読めばいいっていう感じになるんですよね。こうやって構えてこうやって出してしまうともうまあ一言で言うとバレバレのサーブになっちゃうんですよ。ちょっと難しいかもしれないですけどもロングサーブ出す時に例えばですけどこのラケットを上向いてといてですねいかにも下回転サーブ出すぞっていうこういう雰囲気を出すわけですね。いかにも下回転サーブ出しそうな雰囲気をでこう構える。そうすると相手からすれば下回転サーブ来るのかなと思うわけですよ。でこう構えといてロングサーブ出すわけですよ。下回転出すぞやっぱやめたこのやっぱやめたっていうような感じで下回転出そうかなやっぱやめたっていう感じ、まあ、こういう騙し合いをするわけですよね。で私がよくやるのはですねロングサーブ出そうとした時にいかにも短くてゆっくりしたサーブを出しますよ的な雰囲気を醸し出すわけですよね。こう構えて
ゆっくり動く、ゆっくり動きます。もういかにもなんか短いサーブ来そうな雰囲気じゃないですか、こう来ると。っていうこの雰囲気を醸し出しといて、そこから一気にパンといくわけですよね。ってやると相手からするといかにも短いサーブ来そうだなと思ってて、急にロングサーブ来るわけですよ。でしかもいろんなところに打ち分けるわけですよね。こう構えてて、あ、短いの来そうだな、短いの来そうだなって、こうやってちょっと前に気持ちが前に行ってる時に、うわーっていう風にまさかのロングみたいなことになるわけですよね。うわーってなるわけですよね。なのでこういう騙し合いですね。だからこうラケットを上に向けて下回転出しますよっていう雰囲気を出しつつ、ドライブサーブ、ドライブサーブっていう風に騙したりとかですね。いかにもこういうね、なんか順横サーブこう出しますよ、私は順横出しますよ、順横出しますよっていう雰囲気を醸し出しといて、でさっきの巻き込みサーブに変える、順横サーブ出しますよと、やっぱ巻き込みみたいなね、順横やっぱ巻き込みっていう感じ。もうすべてこういうね、卓球ってね、こういう騙し合いも面白いんですよ。ですので多くの選手を見てると、順横サーブ出すときこう構えちゃうんですよね。もうこの時点で相手からしたら、順横出しますからね、私は今から順横出しますよってもう相手にヒント与えちゃってるわけですよ。私は今から順横出しますからねって言って、はいどうぞ、はい出しましたっていう状態になってるわけですよ。これほど相手にとって取りやすいもんないですよね。で巻き込みやる時も、もう構えた時点からこうやって構えちゃってる人多いんですよ。そしたらもう、私は今から巻き込み出すからね、準備して待っといてねって教えてあげてるようなもんなんですよ。だ、巻き込み出しますから、今から行きますよ、巻き込みサーブ、はい巻き込みサーブ出しましたっていう状態になっちゃってるんですよ。構え方を変えるだけで同じサーブなのに、相手からしたら全然違うわけですよね。嫌がるわけですよね。下回転出しますよ、巻き込みでしたとかね、巻き込みサーブ出しますよ、巻き込みいいですか、巻き込みサーブ出しますよ、ナックルサーブでしたみたいなね。出してるサーブは一緒なのに、構え方、最初の構え方を変えるだけで全然違うわけですよ。より効果的になるわけですよね。なので卓球っていうのは、いかに相手を騙すかっていうところも勝負になってくるので、同じロングサーブ出すんだったら、こうやってロングサーブ今から行きますからね、待っといてくださいね、はいって出すよりも、今から下回転サーブ行きますよ、下回転ですよ、下回転ですからね、ほらロングサーブでしたみたいな、こういう騙し合いをするっていうことを少し意識して練習していただけたらと思います。でもちろん最初ね、サーブがうまく出せないときは、普通に練習するときは普通にこうやってドライブ、ナックルっていう風に練習するときは別にいいんですけども、うまくナックルサーブが普通に出せるようになったっていうことであれば、こう構えちゃうと分かりやすくなっちゃうので、こうやってね、いかにも巻き込みサーブ出しますよみたいな構えから
ナックルにしてったりとか、いかにも下回転出しますよ、下回転サーブですよ、ナックルでしたみたいなね、まあ、これをいろいろ相手をいかに騙すかっていうのを工夫して練習してみてください。このチャンネルでは初級者の方でも分かりやすいようにいろいろな卓球の技術っていうのを解説していきたいと思いますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。ありがとうございます。